っちゃけ収入どんぐらい？収入ですか、うん、収入は、はいどうも、翔平 TV でーす。そしてこちらが、どうも、アシロワチャンネルです。はいどうも、よろしくお願いします。今日は珍しいね、座って話していくスタイルで、はい、はい、でちょっと今回聞きたいのは、大井くんって去年仕事退職されたじゃないですか。はいはい。でも YouTube 一本として、はい、もう生きていくっていう風に、まあ、結構前々からそういうなんか相談とかあったんですけど、うん、はい、本当に辞めると思わなかったのね。なるほど。で実際辞めて今 YouTube 一本でやってみて、はい、生活的には大丈夫？そうですね、まあ自分 YouTube の収入が前の仕事を超えたら辞めようと思ってたんですよ。だからまあそこで超えたんです。そうですね、まあ自分でも2人でやってるんで、あ、オリスポいるんですけど、うん、まあそこをまあもろもろ見て、そのちょうど年が変わるとき、去年の年末ですね、うん、まあそこでちょうどそこかなという判断ですね。 それは簡単に辞められたんですか、会社的に？あ、結構もう1ヶ月半ぐらい前に言っといて、まあ話し合った結果みたいな。あ、はい、ってことは毎日やっぱ撮影できるわけじゃないですか、編集も撮影も。はいはいはい。あの仕事だったらほらね、午前中とか夕方までは時間を拘束されて、そうですね、スノーっていつもやってたじゃない。はい。どんな感じなの今？あ、スケジュールですか？スケジュール的に。スケジュールは、やっぱり昼間動けるっていうのは本当にでかいですね。うん、あのやっぱ仕事終わると大体6、7時じゃないですか、うん、そっからちょっともう一回こうエンジンをかけるのは結構きつかったんですけど、うん、それ何年ぐらい続けたっけ？2、3年。2、3年だよね、はい、俺無理だもん全然。あ、でもまあ最悪部屋の撮影とかもあるんで。ああ、そうか。そんなにこう疲れたりはしないんですけど、あ、まあ、グローブとかだったらぶっちゃけそんなに体力も使わないじゃないですか。まあ、そうですね。そうで、スケジュール的には、はい、まあ何時に朝起きるの？大体仕事の時が7時20とかでしたね。最近は9時とかですかね。9時起き、やばい、やばい、はいはい、ただちょっとこうなりました。あー、そういうことね、はい、夜は遅いんだ。そうですね、2時3時ですね。2時3時に寝て、まあ3、4、5、6、7、8、9とか、まあこれ7時間あ、はい、あ、じゃあ睡眠不足的にはもうではないんだ。完全になくなりました。あ、ないんだ。昔やばかったっすよね。昔はね、よく聞いてたんですよ。そうですね、顔死んでましたね。やばかった。クマで来てましたね。そうやばかった。こいつマジやばいぞと思って、はい、自分は昼間編集ですね。昼間編集するの？はい、その日の分を。あ、そうなんだ。あ、そうか。で、終わってから撮影ですね。撮影か、はい、あ、昔逆だったんですけど。あ、それが逆になりました、ね、登録者ももう随分、もうすぐ6万6000人ぐらいか。そうですね、はい、と思うんですけど、仕事辞めてからは、はい、4、8とかぐらいだったかな、はい、そっからその6万まで行くのってやっぱいつも通りのことしてってなったのか、それともやっぱ気持ち的にも動画のクオリティもまあ時間があるじゃないですか。あ、はいはいはい。それでちょっといい動画出せたかなとか。ありますね。あるんですね。あります、あります、あるんですね。全然あります、ね、あるんです。あとやっぱ距離が動けるようになったんで、あ、いろんなお店とか行ったり、それができますね。確かに関西とかね、あの愛知の方とか、はいはいはい、今までは大体群馬、ね、埼玉、あ、そうだよね、まあ、行って東京、神奈川県会、はい、県会で、しかもその日に帰ってこなくちゃいけない。そう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 、はい、そうよね。ゆうくんとかの時がやっぱりきつかったですね、うん、確かに。兵庫の宅地スポーツさんにも行かれたり、はい、あの愛知のね、小海くんが、はい、KB スポーツさん、はいはいはい、行ったりしてると思うんです、はい、うちがあっちにはやっぱちょっと楽しみ方っていうか、まあちょっと面白さがあります。こっちとは違う。あります、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 はい、あります。やっぱり関東って野球系 YouTube やってる人いるじゃないですか、はい、向こう正直あんまりいないというか、あ、まあ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 、まあ東京に比べ、関東に比べたらだいぶ少ないんで、うん、やっぱそのいろんな発見がありますね。別の視点、ちょっとこっちやるじゃないですか、激戦区みたいな感じじゃないですか。あ、まあ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 、まあ、そうですね。向こうはまた向こうの動画のちょっと雰囲気が違う感じですね、うん、そうなんだ。田口スポーツにしろ警備にしろ、じゃあそこにやっぱ集まってくれる、なんかイベントやってんじゃん、はい、そこに集まってくれる視聴者の人もやっぱ珍しいと思うんですよ。ああ、そうですね。関東の人がそのね、あの関西の方に来てイベントやるって言ったら結構来るんじゃないですか、はいはい、そうですね。やっぱり東京とかだと大体向こうでやる時もその周辺からこう来るじゃないですか、うん、そうそう、やっぱり向こう行くと向こうの周辺が集まるんで、でしょ、客層、お客さん、知らない人とね、まあ、触れ合えるっていうのもあるし、はい、ね、なんかあのまた向こうにもなんか小学生の YouTuber がいるんだっけ。ああ、そうですね、なんか2人組の DM、はい、来てたけど、はい、そうそうそう、なんかゆうくんよりも年下の、はい、ね、形でね、はい、元気よくやってるっていうのも、はい、聞いたし、自分らはまあこっち側でしかやってないですけど、はい、まあ、向こう側でもそういうなんか盛り上がりはあるんだなっていうのを、う、ね、あの、はい、おいくんのあの動画とか見て知りました。やっぱちょっと違う空気ですね。あ、空気違う、空気違う、全然違いますよ。違う、はい、ぜひ来てほしい。遠いわ。有給使って、あ、はい、まあ、あれ、最近は車も買ったんで。あ、なるほど。知ってます、知ってます、知ってます。
車大きいの買ったんで、はい、だいぶまたあれですか昔よりも、まあ、行動範囲は広がるんですけど、はい、まあ、荷物とかがもともと入んなかったんで、はいはいはい、だからあのちょっと大きくしたんですけど、もしね、野球荷物多いですからね、荷物多い、うん、だからもしまあどっか遠征とか行くってなったらいいかもね。あ、確かにそう、時間があればだから。はい、そんな感じですね、はい、たまたまね、そこにね別の YouTuber もいるんですよ、うん、赤いやつが、ちょっと、はい、来て。はい、どうも、ベイちゃんの佐藤です。はい、どうも、はい、どうもなんかいいっすね、こうやってベンチに座って喋りながらちょっと休憩がてら、いいっすね、うん、はい、1万人超えてるやん、ベイちゃん。いや、ありがとうございます。やばくないっすか。おかげさまでございます、皆様の。ショックで、これが飲みましたから。俺はショックで、これはね、ショックで、俺は翔平さんのおかげでね。連絡取り合った時は確か俺がまだ2000ちょっとで、はい、300人とかあったよ。あ、そうですね、最初、本当にそう、最初にコラボしませんかって連絡来たんですけど、それでね、ポケットウィズの石丸のなんかイベントがあって、はい、野球の運動会から、そう、それで、はい、じゃあそこにちょっと来ませんかって自分が誘って、そうです、ね、でみんな来てもらって、 そっからまあ向こうさんともまあつながったりして、うん、結果こうね、大井くんとかと、うん、そうなんですよ、そういうまあつながりがあったんですけど、そうなんです、最初にね、あの翔平さんが連絡を返してくれたそう、あと誰も返してなかったまあそれはそうですよね、やっぱね、ね、何者だって、ね、怪しいんでね、そうです、最初はやっぱ警戒する、分かんないです、けどまあ実際会ってみるとね、うん、本当にいい人たちだなでまあ、いい長い付き合い、うん、いい付き合いをしてるんですけど、はい、まあ、1万人超えちゃったってことです。そうですね、4100ちょっとなんですけど、はい、もう1万人超えてるじゃん、はい、何があったんだと思って、あ、何で伸びたのかちょっと聞きたいんですよ、正直なところ。なるほど。俺は、はいはい、まあそんな仕事しながらなんですけど、やっぱ ね仕事がもう YouTube じゃないですか。そうですね、仕事としてやってますね。そう、はい、ベースボールタウンさんの商品を使って、うん、いろいろ紹介してると思うんですけど、はい、そうですね、紹介したり、そうですね、プレゼントもあの毎週プレゼントしてるんで、ね、毎週狭い、これやっぱでかいと思うんですけど、うん、やっぱりあとはコラボでこう皆さんのいろんなチャンネルに出してもらって、こう存在を知られるって言ってます。コラボといったら向こうさん、おいくんさんと、うん、ボナールさん、あ、ボナールさん、朝ペンさん、朝ペンさん、あとは翔平さんもそうです。あれ、ね、ほぼねえぞ、俺。そう、全然ないですけどね。ほぼない。できてないですけど、出たことあります。1回ぐらいね。翔平さんも一応、あの、ね、レイちゃん出てます。一応ね、ちょっとだけね。うん、からの、でかい黄色いのを、そうですね。カズロさんもやったことあります。あ、カズロさんか。じゃあ、6人ぐらいか。うん、の YouTuber とコラボで、まあ、1万人。そうですね。まあ、でも ね、毎日投稿されてるから、それもあると思うんですけど。そうですね。毎日投稿も多分結構大きいと思いますね。やっぱり。本数がそうやって増えていけば見られる機会っていうのはやっぱり増えてくると思うんですよ。そう、それもやっぱでかいのかな。そう、あと何よりちょっと物申していいんだけど言っていいかな。いいですよ。うん、もう分かってるもん、はい、分かってるでしょ。分かってるよね。分かってるよね。今日はもう当本人いないけどさ言うあのプロがおトップが言うなっていう、なんかトップ今トップ来ちゃった。そう、プロが教えるなんかめちゃめちゃ曲がるカーブをなんか動画出したじゃない。そうですね。あれ冒頭のさフレーズさ、はい、なんか似てない、俺の。似てますね。俺のスレーダー似てない。そうです。あれパクったべ、ぶっちゃけ。もうあれはもうめちゃくちゃ参考にしてますからね。その翔平さんのあのスライダー動画。あえてパクったとは言わない。参考にした。そう、パクったっていうのはちょっと違うのかなと思うんですけど、まあでももう。めちゃめちゃ参考にしてる。参考にした、うん、俺なんかの参考にされてちょっと困るんだけどもっといい人いたしたと思うんだけどいやそれで結構ね、1万人超えたって聞いたんですけど、ですごいっすよ、ね、本当にもうめちゃめちゃあの翔平さんの動画参考にしてますね言っていい、俺のそのプロが教える動画って、はい、家で後ろにグリーンバックをやって、あ、そうですね、後ろに変なこう画像を貼って、してそうで、あの、アッパレ戦の試合を流しながらやっただけなんですよ。はいはい、全然内容は違うんですよ、別に。まあ実際に投げるっていうのやってなくて、そうなんですか。まあでもいろんなやり方があると思うんですけど、まあ初めてやったんですけどね、変化球の。そうですよね、はい、いつもはそのベイちゃんのお店の商品を、ね、商品紹介するっていうのが、ね、まああったんですけど、そうですね、なんかそういうのじゃなかったんですよね。そうですね、欲しいなと思ってたまたまなんかちょっと変化球やってみたらガッと。わかんないですね、やっぱりね、YouTube は本当に何が行くのかわからない、うん、まあちょっとイラッときて、あ、マジかと思ってるけど実際、あのカーブ、参考にしてます。よかった、参考にしてます。いや、超曲がるね、これそう、スライダーしか投げなくて、しかも結構簡単でしたしね、はい、自分も投げてみて、意外と曲がって、うん、こんな行くんですかと、ちょっとこう、いつも自分がこう教える方だから、うん、教わる方で、半信半疑でやったんだけどこんな行くのみたいな、うん、なって、今感謝します。よかった、それよかった、参考になればよかった、超感謝します。
はい、切磋琢磨して、そうそうそう上げていくと、うん、そうそう、まあね、そういう感じで、ね、1万人いったってことで、そうですね、ね、なんかやっぱ、ね、1万人いったってことで、会社的にも、はい、そうですね、そういうなんか、うん、朝礼とか夕礼とか、まあ、あると思うんですけど、そうですね、これは、うん、いい報告、そうですね、ね、社長からも、そうなんですよ、いい言葉をもらえたり、うん、そうなんですよ、頑張った、ファイトって、そう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 、ファイト頑張ったって、そうそうそう、みたいな感じで、野球界を盛り上げていこうと、そうですね、で、なんかあとなんか、YouTuber、そうなんですよね、してる新メンバーを、おお、マジですか、することになりまして、やべえですか、あれ、新メンバーは、ね、抜かれるんじゃないですか、その自分が弾かれたとこありはないと思うんですけど、あ、ないですか、新たにね、新たなメンバーを募集すると、まあ今ちょうどあれですよね。あの新入社員が入社して、あ、そうです、仕事合わないなみたいな、そうですね、もう多分すぐ辞めたっていう人もいると思うんですけど、ね、そうですね、いると思うんですけど、うん、まあ結構今募集した結果、ね、まあ応募みたいなのが、そうですね、ありがたいことに、まあ来てるってことで、いるみたいなんですけどね、はい、まだまだどしどし、はい、どしどし、どしどし、受け付けてますね、どしどしね、この動画を見ているあのニートの方、くすぶってる、そうそうそう、野球が好きな方、そう、人生の今足踏みをしてる方、そうですね、そうですよ、早くね。やりたいことやった方がいいから絶対、ね、そうですね、野球の関わることが仕事なんでね、そうですね、本当に野球が、野球が好きな人は本当にいいと思うんですよ、ね、うん、そうですね、興味あればね、そうですね、応募してみていかがでしょうか、ありがとうございます、はい、いいと思いますね、はい、そんな感じでね、今日はね、このゆるい感じでゆるい感じでトーク動画ですよ、そうですね、うん、いいですね、たまには普段こういう話しないからね、そうですね、そうですね、うん、実際本当仲いいのかとか思うかもしれないですけどそうですね、そうですね、本当に仲いいですから、そうですね、本当に仲良くね、野球界を盛り上げようと思って仲良くやってますんで、はい、はい、今後ともよろしくお願いします。お願いします。大江チャンネルさんとベイジャンさんの YouTube の URL は概要欄に貼っておきますので、こちらを、見ていってください。お願いします。お願いします。はい、というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは、ありがとうございました。チャンネル登録4000人突破しました。チャンネル登録4000人いったということで、プレゼント企画アクティブームのパーカーをプレゼントします。1名様で4月に出たばかり の新しいパーカーなんですけど、あの自分が着てるやつが、あの映像があるんですけど、その M サイズを1名様に、プレゼントしたいと思います。条件はですね、翔平 TV のチャンネル登録とグッドボタン、そして、概要欄に貼ってますアクティブームさんの Twitter のフォローを、条件とします。はい、期限はですね、5月いっぱいということで、6月の頭に、発表したいと思います。それではチャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。ツイッター、インスタグラムをやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあれば、コメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てね。よし、OK、結構喋ってる、長いな、17分ぐらい、結構長かったね。しゃべって反転、反転して、反転して、反転したら多分予想は17、あ、16、いや、いいとこ言ってます。言ってる、言ってます。18で17。おお17、いや、今言ってるうちに多分言いますか、今8秒なんで、17でしょ。